人差し指で、あの、心止め出してんの。だから、一番上手い人いるから聞いたら。あの、この町で、この町で一番強いやついるから聞いたら。何を聞く？あ、そのさっきのラークの話とか。ボス。ん？ラークが強くなるにはどうすればいいですかね。何言ってんの？そこ？ラーク強くなるためには何が必要？何を意識してます？まあ、ラークの時お願いします。それはね、うん、なんていうか、あ、外れた。ありがとうございます。なんていうか。勉強上手くなるためにはどうすればいいみたいな質問だよな。あーあー、的確。自然に上手くなると。やれよと。やれば。習うよ、なれろ。経験じゃない？ああ。ちなみにさ、ボスラークとかでさ、車アタックして降りるやん。降りて SMG 撃つじゃん。うん。その時って後ろ見るじゃん。うん。あれ C のあれで見てる。それともまネズミ振って見てる。ネズミ。ネズミ振ってんのか。オッケーオッケー。絶対後ろ見てから降りて打ち合って車乗る感じよねすぐ。うん。オッケーオッケーオッケー。そもそも。うん。あれよ。降りて。うん。弾をめっちゃ撃つんじゃなくて18発ぐらい撃って死ななかったらそのまま車乗るよ。ああ、もうやりきらないでね。まあまあ、こんな、例えばこうよ。こうで、ぶつかって、こんぐらい撃っとるよ。ああ、いや、確かに、そうやってやられてるわ、俺、警察の時。あ、そっか、そんぐらいだったら、うん、アタックで、まあ、みんな知ってる顔、知ってると思うんだけど、うん、撃って、R の筋肉を押しながら乗ったら、リロードできるからね。あ、確かに。それで殺されてました、俺。はい。死んでも死んでなくても、その動作が一連って感じでやってます、ボスは。ん？その、相手が死んでも、うん、死んでなくても、撃ってすぐ乗ってみたいな。うん。でも、向こうが降りてくるようなことがあったら、さすがに殺すまでやるってことだよね。うん。さすがに車乗ったら殺されちゃうから、それは殺すまでやるけど、向こうが降りてなかったら、10発くらい撃ってすぐ逃げるってこと。10発も撃たないな。5発くらい？もう、ま、いっぱい打って10やな。あ、こんぐらい ?7?7 ぐらい。結構長い。確かにボスの。あー、オッケーオッケー。なるほどね。ボスの 1V の4の時も3人やった後1回乗ってましたもんね、車で。あれはね、あの、リロード。あー、リロードやめて武器変えたもんね、ボス。おはよう。あ、そっか。え、オッケー、やった。俺ちょっとこれを参考に生きていくわ。SMG マジ慣れよ、ガチで。みんな頑張ってめっちゃ撃とうとしてるから、いつも降りて車に轢かれて死ぬのよ。絶対やろうとするんじゃなくて、やれないなら一回引くと。あと、別にさ、あれでいいよ。車ぶつかって、もう普通に頭を狙うんじゃなくて、パンクだけさせて、またこういって、感じでやってもいいよ。オッケー、じゃあそこは使い分けだよね、うん、絶対やれると思ったら運転手打てばいいし、あ、これ運転手打てねえなと思ったらタイヤパパって打ってすぐ乗って逃げると。タイヤ打って追いかけてまたアタックして、アタックせえ、あと相手パンクされてるんだったら余裕で倒せるじゃん。そうやね。なるほど、確かに。オッケー、うん、あ、そう、結局あれよね、エイム君の最初はまずパンクさせてからの話と繋がるわけよね。そう、ボスボス、うん、降りる降りないの判断はその車の どれで決めるんですか？位置ですか？車の位置ですか？相手の。だいたいアタックしてるやん時やね。アタックして、なんかアタックされる側だったら降りない、絶対ほぼ。あ、でいつも走りながら急に止まるやつあるじゃん、はい、じゃあ相手のパトカーが俺の、ま、前にあるやん、はい、そのタイミングでアタックして、アタックしたらさ、だいたいさ、俺はさ、車がこう行ったら、うん、あの、こんな感じでアタックするから、こう。あー、横から回しに行くってことね。で、こうやってアタックしたら、俺の車はこうなって、相手の車は俺が見てる感じになるのよ、こうやって。はい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 、はい。
で、これ、射撃使えるじゃん、こうやって。うわ、待って、それ一番聞けて嬉しい、今日。マジか。待って、それ一番今来たわ。なんかの、今でしょと同じくらい衝撃を感じた。それだ。なるほどね。いや、待って。だから、こんな感じになるのよ。で、ここでこうしたらこうなるのよ。死んでるわ。ないやつとあるやつか。ああ、うん、こっちは車射撃できるけど、あっちはできてないんだ。おい、これ全員今日あの衛星の赤火非公開しろ。これダメだ。これ走りながら後ろからアタックしたら前の車が滑るじゃん。そうやね。待って、S、ちょっとだけ走ってみて。はい。あ、待って、ちょっと走ってみて、ちょっとだけ。はい、行きますよ。で、こっち前向いて、俺の方前向いて走ってみて。速いって。ごめんなさい、やりたいことの意図が分かってない。ゆっくり走ってみて。もうこうなるじゃん、車輪がこうなるのよ。うん、早いと思ったときに時間かかるもんね。うん、遅いけど止まんの遅いから車自体。うわ、今のすごっ。で、もしこうなったら降りない。降りないですか。うん、相手がそのまま踏んだら引かれて死ぬだけやん。あー、そっか、アクセル踏んだらね。これでニトロ。あー、待って、おい、マジでアーカイブ非公開する。みんなったら、あ、降りないんだ。これ金稼げるか、これ。で、もうぶすがって、はい。あの、どんな形になるかによって降りたり降りなかったりするよ。ああ。うわ。例えば、これはお互い降りても俺の方が絶対有利やなって思ったら降りるし、はい。まあそんな感じやね。え、待って。この位置関係が有利ですね。この位置関係。うん、で、アタックしたのにこうなったら絶対降りないし。車の正面が自分の方向いてるとき。うん？あの、パトカーが自分の車の方向いてるときは降りない。ニトロ使われる可能性があるから降りないってことですね。まあニトロもクソもないよ。もう普通にこうなったら普通にこけて死ぬだけやん、その後は。はい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 。え、待って待って待って、またしようか。いつも助手席が相手を向かって、それを考えて降りた方がいいよ。はい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 。助手席の方が相手のことを向かうように。あ、じゃあ敵を右斜め前に捉えた方が強いってことですよね。だからこういうことですよね。うん、ボスから見て今俺の位置が弱いってことですよね。そう。あ、なるほどなるほど。それは目から鱗だな。これだと天草に俺がアクセル踏まれたら無理だから無理だな。そう、はい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 、はい、バーンつって俺が後ろ弾かれて。ああ、ローリングしてる時とか見えないもん。いくらスパチャすればいい。これ有料だわ。これ有料コンテンツです。え、これはでも大体分かってるやつじゃないの。いや、でもこれを言語化してくれ、なんか言葉にして言ってくれるのがめっちゃ助かるよ。